1月8日、野田総理は就任以来3度目となる福島県への訪問を行いました。まず初めに訪れたのは、震災による操業停止からいち早く全面再開を実現した製紙工場。乗り越えなければいけない課題がたくさんあったと思います。どういう形で乗り越えることができたのか、あるいはまだ越えられない課題も抱えていらっしゃるのではないかと思います。まあ、そういうことをですね、ぜひ今日は率直にお聞かせをいただきまして。昨年7月、操業を全面再開するにあたり行わなければならなかったのが働き手の確保。この工場では住まいを失った従業員のために社宅の借り上げなど懸命な努力を行った結果、ほとんどの人が職場に復帰しました。従業員の方を確保する、雇用を作っていくためには除染をするとか、学校が再開されるとか、病院がちゃんと機能してるとか、さまざまな生活環境をきちっと改善されることが背景としてやっぱり大事だということもよく分かりましたので、まあ、全てこれ連動してくるなということを改めて、学んだということであります。続いて総理が訪れたのは、その生活環境を考える上でも重要な医療の現場。最後、この地域の医療に関しましては、もう崩壊の危機という状況まで経過しまして、避難準備が解除されましても、その医療の危機は全く改善されない状況にございます。福島再生のために改めて今日はじっくりとお話を聞かせていただいて、これからの政策に生かしていきたいと思っておりますので、ちょっとよろしくお願いいたします。この病院では震災の翌月から外来、7月から入院を再開していますが、医療スタッフは不足し、患者数も3分の1に減少。単に復旧を図るのではなく、震災による人口の減少と高齢化に対応した地域医療の復興計画が不可欠となっています。スタッフの方足りない中で、本当に皆さんの力というのは本当に何よりも頼りになる存在だと思います。まさに患者の皆さんの命だですので、よろしくお願いします。その後、総理は福島県知事と意見交換を実施。そして知事とともに福島復興再生協議会に参加しました。長期避難をお願いをする皆様には十分な支援を行っていきたいと思います。これらの対応の裏付けとして、福島の復興再生に必要な事項を定めた特別措置法案の次期通常国会への提出に向けて、詳細に今検討に入っているところでございます。